時間なくて。逆に起きれたのが奇跡みたいな。そう、ほんで荷物が全然整頓できてないので、荷物の整頓をさせてほしくて。けど多分この時間しか配信できなくて、私今日もうバタバタ なので、ちょっと急ぎます。これから喋るけど、声は聞こえるけど、ほぼここにいないと思ってください。すいません。喋りはします。本当にやばい。なんで起きれたんだろう。すごすぎない？でも昨日の夜のうちに割とやったんですよ、ほぼほぼ。だからそんなにそこまで、うわ、メイクしたかったな。一瞬アイロンの髪。ちょい登場します。メイクしてる時間なんてマジでない、絶対。こんにちは。や、さすがに。時間ない、すいません。本当にしゃべるとか言って、いや、ここにいる時は別にしゃべんなくても映ってるから大丈夫。
そんな、はい、すいません、ごめんなさい、本当にすいません。私さ、自分のさ、アクスタ持ってきたのよ、マレーシアまでわざわざ。みんながまだ持ってない、いい推しの日のアクスタ。でも使えてない、一個も写真撮ってない。もうなんで？ちゃんとして。本当に。日焼け止め、日焼け止め下地。ああ、どうしたらいいの？ちょっと待って。わからない今。化粧水。どうしよう、助けて。大丈夫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 です、言い聞かせます。とりあえず化粧水と、日焼け止めだけは塗るわ、さすがに普通に。普通にね。これまだ こんなにバタバタすると思わなかった、最終日に。本当に。でちょっと乳液乾かしつつの、ちょっと待ってね、ここら辺の関係の袋、
る。これとこれはしていきたい。ごめん、本当にここの配信マジで15分のための配信、本当に申し訳ない。こんな、それって毎日アイドルって言うのって言われちゃった、本当にごめんって感じなんだけど、そうなんだよね。でもマジで今できないと毎日アイドルじゃなくなっちゃう。本当にやばい、今ピンチ。5年間が崩れる音がした。よくない、本当によくない。これもした。のが原因で寝落ちって言ってもやることはやったのよ、ちゃんと全部。お風呂入るとか髪乾かすとか、そうやることはやったんですけど、なんかアラームだけかけてなくて、気づいたらあれみたいな。自分あれみたいな。そんな状態今。こんな時間なんだけどみたいな。そんな状態です。すみません本当に。カエルさんの方からいただいた服収納する袋、めっちゃ役立ってる。こんなにもすぐに役立つなんて。すみませんね、本当に。あ、日焼け止めを塗りたいの。日焼け止め鏡なくても塗れるか。どうも、ここに鏡があるんです。こんにちは。
今からするやつ。めっちゃさ、お土産っていうかさ、お菓子いっぱい買ったけどさ、キャリー空間ある。よし、オッケー。これはこっちに入れる。これはここで。これ何？充電器とかね。充電器とかはもういいやつかな、こいつも。こんにちは。46分。いいね。まあもう大丈夫でしょ。充電をなんとか。こんにちは。前髪、せっかくセットしたのに。気をつけるね。私何もできないけど、気をつけること。誰だっけ、あの操縦士さんは気をつけるから。ギリギリまで行きますけど、すみませんね、こんなバタバタしていて本当に申し訳ないよ。
バンされる、バンされる、危ない。今何時や、52。汗かいた。あ、全然かいてないけど、ごめん、嘘ついた。マレーシアの滞在楽しかったです。あ、でもマレーシアは私一回来たことがあるので、そう、なんかもうその現地のスタッフさんたちも知ってくれてたり覚えてくれてたりするから、なんか不安とかあんまもともとなくて、全然怖いとかそういう感情はなかったです。なんか大丈夫かなとか、まあ、大丈夫かな、うん、まあ、飛行機ちゃんと飛ぶかなとか、ちゃんと降りるかなとかっていう不安があったけど、そのぐらい本当に閉めていい？いや、ごめん、ちょっと失礼。これさ、重量オーバーしてたらどうしよう。いや、血が持てるってことは大丈夫。私が持てるかどうかだから、私が持てるってことは大丈夫。
やばい。ということで配信終わります。ありがとうございました。ちゃんとメイクもできてよかったです。すいません、またちょっと今日帰ったら配信できるか分かんないんですけど、またできそうなら配信します。ということでありがとうございました。ごめんね、バタバタで。またね、バイバーイ、ありがとう。